J3 のカットモデル J3 とは、石川島重工業、富士重工業、富士精密工業、三菱重工業、川崎重工業の5社が共同出資して設立した日本ジェットエンジンによって開発されたターボジェットエンジン。量産され、T-1 に搭載された J3IHI-3 の吸気口側道場 J3IHI-3 の排気口側。 P-2J 対戦紹介機の補助、ターボジェットエンジン、日本初のジェット練習機である T-1 中等練習機は搭載するターボジェットエンジンもまた国産品であることが当初から望まれていた。エンジンは機体の開発とほぼ同時に進められることとなったが、1955年5月に T-1 搭載の試作エンジン XJ3 への要求が 防衛庁から寄せられ、12月には、長期でエンジン試作が決定し、翌1956年3月末に、二都防衛庁でエンジン試作の契約を行った。エンジンの設計、開発は、ほぼ順調に進み、6月末には、試作1号機が完成した。しかし、11月からの試運転では、至るところで故障、破壊が相次ぎ、問題は山積みとなった。 12月には初号機が防衛庁に納入されたが、庁内でもやはり問題が相次ぎ、使い物になるにはおよそ2年半を費やした。その間、T-1 本体は XJ3 よりも1年早く開発し XJ3 がまだ一向に量産に至らず、だからといって防衛計画をエンジンの都合でずらせるはずもなかったため、 トラベル続きの J3 に待ちきれなくなった防衛庁はオーフュースを輸入して搭載させた。また同時に完成したとしても試作機に試作エンジンを乗せることは不具合が起きた場合にどちらが原因かわからないということも考えられていた。T-1 量産第1機の20機には間に合わず、第2機の20機にも間に合わず、第3機の20機でようやく量産化できる見込みとなった。 小型エンジン開発にも手間取っている様子から、2には途中で、通産省の行政指導によって、川崎も参加した5社体制になっていたが、その5社の首脳によって1959年初頭2の今後について、話し合いが持たれた。防衛庁が、XJ3 に改め、J3 エンジン生産の責任をはっきりさせるため、より合い状態で曖昧になりやすい2から1社に集約し、 品質やコストを保証していく体制を要求したので、ある。J3 は防衛庁が50機程度を発注することとしていたが、それはメーカーにとって膨大な赤字が伴うことであった。開発が長引いたために開発費が冒頭し、量産台数が少ないために1機あたりの単価は、開発費を上乗せすると非常に高価になるが、ブリストルからの購入を打ち切って J3 にするためには、 性能が落ちる以上、価格が安いからという理由にしなければ、ブリストル側を納得させることはできなかった。そのため、j さんは購入価格が抑えられ、膨大な赤字を出すわけである。5社によって様々な話し合い、駆け引きが行われたが、結局は石川島重工業に製造権を渡し、各社が協力するという形で収まった。実質、この時点で4社は、 J3 に見切りをつけ、ジェットエンジンから手を引いたことになる。年内に開発を正式に引き継いだ石川島重工業は、試作、XJ3 の各種の試験と改善を行い、量産先行機 UG3 から3を7月に完成させた。翌1960年、張間造船所と合併した石川島重工業は、IHI となり、同年に、 U 3から3を T1 回2の試作1号機に搭載し、T1 回1として5月17日に初飛行させた。J3 の量産は IHI に引き渡され、2は解散した。1961年に防衛庁によって正式採用され、J3 から3となった。50機を受注したはずの J3 だったが、回 -104 戦闘機の導入によって、共同飛行方針が転換され、 t-1 の配備数を削減することから、第3期分の20機で生産終了してしまった。IHI はその後も J3 から3では果たせなかった、国産燃料管制装置の開発を、エンジン本体の改良と共に行い、海上自衛隊の P-2 自衛戦初回機の補助エンジンや T-1B のエンジン、乾燥用として制御装置を含めた、 純国産エンジン J3 から7が1970年に完成した。J3 から 3T-1B 用の量産型エンジン XJ3S1S3 年長期短縮型試作エンジン XJ3G 中機用エンジン飛行艇用吹き出しフラップの予備実験等の様々な実験に使用された XJ3 回アフトファンを装着し試作された。 ターボファンエンジン J3 から7バイト水力増大型エンジン T-1B-14 に量産 J3 から7 c p 2 j o 量産型エンジン耐食性を向上 J3 から 7DP-2JO 量産型エンジン 7C の水力増大型 UG3 から8水力増大型試作エンジン XJ3A BIXJ3 から3にアフターバーナーを追加した試作エンジン UG3A、B2UG3 から7をベースに固定ノズルであった XJ3A、BI に対し、回マイナス 86D 用の可変ノズルを回収し、装着した試作エンジン出典 J3IHI-3J3IHI-7BJ3IHI-7CJ3IHI-7D 田中林さん、J3 開発中の技術的問題について、日本航空学開始9、16、https コロンスラッシュスラッシュドイドット org スラッシュ10ドット2322スラッシュ JJSSS1953.9.85、山根秀君、航空エンジン40年の進展と将来、防衛用研究開発、日本ガスタービン学開始41、 35http コロンスラッシュスラッシュ www.gtsj.org スラッシュジャーナルスラッシュコンテンツスラッシュ vol41no1 ジャーナル PDF 三宅構成防衛庁におけるエンジン開発日本ガスタービン学開始ボリューム28ナンバー5日本ガスタービン学会9ページ2000年ガスタービン統計作成委員会編国産ガスタービン 架空機資領収から統計、生産実績、使用諸元から1989年版、日本ガスタービン学会、160ページから161ページ、1989年、J3 と関連する、Z エンジン J3 と関連する人物、ありがとうございます。